つくと痛い。つくと痛い。ここでこの辺に痛みが痛い来るんですよ、ね。ちょっと歩いてもらっていいですか、また。サッカーやった後痛かった。サッカーやってる最中に。ああ、最中。なんか。歩くとやっぱ内くるぶしが痛い。あ、そうですね、ここ。ここ。だから、ここは。なんだろうな、どうやって歩いたらいいんだろう。でも、前、あ、でも。つま先も痛い。つま先が痛いわけじゃなくて、ここにやっぱ力が、入ると痛い。体重がはいはいはい、かかるんで。了解。じゃあ、あ、でベッドに座っていただいてよく車乗れましたね。いや、すげえ怖かったです。あ、どうしようかと思っ て よいしょ。例えばこの状態だったら全然、あ、大丈夫です。このその状態で動かすと痛み出ます。うまく動かないです。あ、動かないんだ。今左をこうやって動いたのを、はいはいはい、右をこの差です。はい。じゃあ緩くなってちょっと、上向き、こっちあったから上向きで。あ、はい。上向き。はい。こんにちは、緩くなって。あれ、前の足痛くなったのそっちでしたっけ？蹴り足でしたっけ？あ、そうです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 。なんか昔、僕言われた、なんか言われた気がするんですよね。そうそうそう、言った気がする。そうなんだ。で、フットサルの方は、急な、なんかキュッキュが多すぎるから、負担が多いっていう、なんかそんなこと言われたような記憶があるんですよね。こんな感じかな、足。こんな感じというのはどういうことですか？親指の長さ、うん、右が高い。大きくないですか？なんでですか？まあまあ、まあ、バランスが今崩れてる状態で。こうなってる。あ、まあ、簡単に言うとこれとこの感じ。右と左、こういう感じ。こっちがだからこういう感じ、はい、こっちがこう、あ、これがこれ行きづらいですね今、はい、こっちはまだ行くじゃないですか、はい、こっちはこっち側に引っ張られてるじゃん、はい、だから逆にこう行かない状態です、はい、ですちょっと。で時間につれ、だんだん痛みも、うん、軽減してるんですよ。あ、そうだ。だから、おそらく、うん、その固まってるところで、なんかこう、神経がじゃないのかな。ああ。だからちなみに、ここも痛いんですよ。ああ、骨、腰が、はい、痛いっていうか、痛い引っかかる感じ。あ、そうです、そうです。よいしょ。うん、痛い。痛くはないです。じゃあこれでお尻を上げて。これは？本当は大丈夫です。ここに。ここに、ここには痛みっていうのかな。渋い感じ。あ、そうです。はい。よっか。よし、じゃあ行きますか。これどこのユニフォーム？これはなんかブルーリッシュ、ブルーリースト、なんかそう社会人サッカーのなんか団体さんが別になんかリーグとかではなくて、ああ、
作ってたプライベートで作ったって、はい、みんなでちょっとかっこいいジャージ作ろうぜみたいな。それで俺も作ってもらって、うまいな。朝に比べたら、朝はもう立ってられねえなと思ってたぐらい痛かったんですけど、やっぱ、どんぐらいですか、4時間ぐらい痛かった。だいぶ気分にされてるんですよ。一応自分でもなんか、なんか長くストレッチやってみたんですけど、あれね、やっぱ歩けねえってなって。これダメだ。もう一回お尻を動かして、はい、引っかかりますか？後ろは大丈夫です。はい、OK です。で、これでちょっと自分で足、これやってみて。上がらない。こう。痛い。これ以上上げようとすると痛いんです。うんうん、いいかな。来ます？まだまだあります。若干来ますね。はい、了解。よいしょ。残ってるけど、うん、まあでもとりあえず前に歩けるんで。ああ、うん、さっきは本当にもう横スライドしかできなかったんで。あ、もうちょいって感じですけどね。まあでもさっきは本当に、まあ、歩けてる。それで、はい、こう捕まって軽くね、つま先立ちをしていくといいですよ。そう、そのままぎゅーっと、そう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 。あ、これで。はい、もう一回。二、はい。もう一回。はい。で、ちょっと。来ます？若干。うん、若干来るけど、まあでも上がってるかな。うん、いいっすね。うん、だいぶ、はあ、よかった。今のをつかまりながらこうしゃがんでもらうっていいですよね。こうですか？ああ、そう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 。体硬いからあれかな。片っぽずつでいいですよ。片っぽ、左足を引いて後ろに、左足を後ろに引いて、はい、でそのまんまぐっと落としてって、アキレス腱伸ばして。あ、こういうことですか？うん、そう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 。え、なんかストレッチって、そう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 。あ、それでもいいですか？ああ、そっちの方がいいかも。うんうん、うん、いいっすね。はい、それをやってください。これ押さえるっていうか、そう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 、こっちひねるみたいな。 これをこっちだから自分でやるとねちょっと大変なんですけど、そう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 
そう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 。それ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 。そっちそっちそっち。きついけど。了解。はい、オッケーです。はい。あ、いいですね。はい。痛みも。うん。だいぶ。うん、今のエクササイズをちょっとやってもらえれば取れると思うんで、普段もちょっとその足のこう癖が入っていっちゃうから、それを矯正すれば。僕の癖はこう。そう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 。左は大丈夫なんですか？左、あ、でもね、右になってるんですよ、いつも。こうです。そうそうそう、入っちゃうんで。はい、ありがとうございます。